里崎チャンネル。こんにちは。さて今回何を話そうかと思うんですけど、まあもうキャンプインもして、はい、まあ、日本も、うん、まあ、メジャーも、はい、まあ、キャンプインしていくじゃないですか、うん、2月になって、はい、ここで、はい、日本と、うん、まあ、日本のプロ野球と、はい、メジャーリーグとの、うん、一番大きな違いっていう。おー、いろいろありそうですけどね。まあ、一番大きな違い、まあ、いろいろはね、そう、まあ、なんかその能力とか、はい、外国人の制限がある、うん、ないとか、はい、資金とか、うん、まあ、そういうのはありますよね。チーム数とかも違いますね。そうですね、うん、まあ、そうじゃなくて、はい、まず根本的な、根本的な違いです。根本的だ、もう。なんだろう。1軍、2軍とかも違いますもんね。でも、まあ、そうですね、僕はマイナーとかもね、今、はい、バンエールーキーリーグとかね、うん、バンエールの中でも上中下があったりするらしいですからね。分かった。なんですか。分かった。なんですか。年俸好きっすね、お金お金が好きですね。好きですよ。嫌いな人いるんですか。佐藤さんも好きでしょ。いや、お金がね、はい、お金があればね、はい、一生ね、うん、不幸になる選択を防げるっていうね。そうですね、まあ、お金あればちょっとないよりは幸福感がある。いや、ないよりあった方がいいですよ、そんなのはね、はい、うん、お金と得点は、うん、はい、あって越したことはないって言ってますから。あー、得点、はい、だからもう10点でも20点でも、はい、あって越したことないじゃないですか、はい、だから取れるうちに取った方がいいぞっていうね、はい、でお金もあって越したことないでしょ、はい、だからお金と得点はあるに越したことないって言ってるんですよ、うん、なんか大量得点した次の日って全然打たないみたいなことってあるじゃないですか、うん、でもね、はい、あの2005年日本シリーズ、はい、10点10点10点って3試合連続取ったんで、はい、そんなことはないです。はい、はい、はい、なんかもう圧で、はいってなっちゃう、はい、まあ、一番大きな違いは、はい、根本的なことで、はい、何が違うかっていうと、うん、メジャーリーグは、はい、選手を選別していくスタイルなんですよ。ん？どういうことですか？選別？はい、で逆に日本のプロ野球っていうのは、うん、選手を使えるようにしていくスタイルなんですよ。ここが大きな根本違うんですよ。日本は育てるけどメジャーは育てないってことですか？まあ、簡単に言えばそうですね。うーん、それなんでかっていうと、はい、まああのまあ、キャンプで言うとね、うん、じゃあもし日本は、はい、まあ、育成枠いますけど、まあ、基本70人の試合家登録の中、はい、その選手たちをどうやって今1軍の29人枠に入れるように、うん、だから育てていくか、はい、だからよく日本ファンの人も言わないですか、はい、このチームで育成能力あるんかとか、うん、あ、このチームで育てれるのかとか、うん、育てあのチームは育てられてない、育成力ないとかっていう、はい、うん、その育てることを言うじゃないですか、はい、っていうことはその選手をやっぱり育てていかなきゃいけないですよね、うん、だからその、まあ、いわばアマチュアだった選手をプロで通用するように、うん、その練習からキャンプから、うん、まあ、2軍の試合とか1軍の試合とか全部トータル1年、はい、2年、3年もかけて4年、うん、5年もかけて育てていくっていうのがもうその根本的ですよね。前提にありますよね、うん、根本そうじゃないですか、はい、うん、でもメジャーは招待選手とか来たら、はい、招待選手でキャンプね、よく日本人でも招待選手でなんとかチームのキャンプに行きますとかあるじゃないですか、はい、下手したら1日でクビですから、ね、へー、招待選手は。あ、そうなんですか。メジャーね、そのメジャーリーグの40人枠入ってる選手が、はい、まあ、メジャーリーグで試合出れるんですけど、まあ、マイナー契約の選手もいるし、うん、招待選手として来る選手いますけど、うん、だってメジャーでしょ、うん、3A、2A、1A、ルーキーリーグらしいんですけど、うん、この 1A と 2A も上中下とかあるらしいんですよ、なんか聞いた話によると、はい、そうなってきたら 1A、メジャー、3A、2A、上中下、1A、上中下、ルーキーリーグみたいな、はい、うわー、チームによったら半端ないじゃないですか、はい、でその1チームに、うん、じゃあ30人ぐらいいた時に、はい、一つのカテゴリーに、はい、1チームね、その参加も入れたら何百人いるんやって問題じゃないですか。そうですね、そうだったらまあもちろんね、うん、その下のリーグでは、はい、その教育してるとか指導するはもちろんありますよね、うんうん、でも基本的には、はい、やっぱこう勝手に育ってくるんですよね、うんうん、多いって、はい、でキャンプでもやっぱそのいらない選手をどんどん排除していくだけですよね、はい、使える選手育てて、うんうん、だからそんな教えるっていうよりも個のそのなんていうんですかね、気持ちとかモチベーションとか、うん、はい、自分を律してやらなきゃいけないっていうのが強くなるんですよね、メジャーは。うーん、えでもそのなんていうんですか、日本のプロ野球の2軍でやってるその育てるみたいなやつ、うん、ものをもう 3A 以下の下でやってるってことですよね。だからメジャーじゃなくて、そう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 、うん、でもキャンプで育てるっていうのがないんですよ。そうか、キャンプも
だその選別的な感じだったり、メジャーのキャンプはもう選別していくみたいな、使えるやつをもういらないやつはどんどん切っていくみたいな、はい、でも日本のプロ野球のキャンプって育てなきゃいけないじゃないですか。そうですね、育てるためにやってるような、向上をさせるために。特にキャンプの違いは、うん、その育てなきゃいけない、要は育成のキャンプか、はい、もしくは選んでいくキャンプかっていう。へー、メジャー厳しいですね。はい、どんどんもう、はい、いらない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 、はい、クビ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 って言われて、うわ、終わりですか。あ、だから、多分過去の動画で話してましたけど、うん、メジャーのキャンプは初日からもう、そうそう、競争の人が多い。もう、追い込みで行かないといけないっていう。はい、クビーって言われますから。うわ、もう、一歩間違ったら1日でクビーって言われます。でも、ちょっと最初はアップみたいな感じでダメだったんですね。全然無理ですよ。うん、で、もう6時とかからもうクラブハウス来てトレーニングしたりしてるらしいですからね、はい、その全体練習が始まるまで、はい、メジャーのキャンプって、うんうん、だから終わりが早いらしいですけど、はい、だからもうガンガン、そこの違いって大きくないですか。いや、そうですね。だからもう球団に入ってから自分の、実力上げていこうじゃなくて、もう上げた状態で球団で勝負していかないといけないっていう。そう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 、だから我慢してくれないですね、その、うん、ある、まあ、ある程度我慢してくれる選手いますけど、はい、やっぱり一つのチームにやっぱ何百人もいるんで、はい、それ黙ってても上がってくるっすよね、うん、そうですね。勝つの原理とか半端ないですもん、はい、言えばだから日本のプロ野球の球団に2軍じゃなくて3軍、4軍、5軍、6軍があって、うん、そうそこ選別された人だけ1軍に行けるみたいなもんですからね。そうそれは、まあ、よくね、うん、メジャーは教えへんとか言いますけど、はい、うん、いや教えなくてもそんなでいたら勝って上がってくるっすよ、まあ、自分の努力でね、そう向上していくわけですから、ね、ああ日本はそのしかいないんで、うん、どうにかしなきゃいけないんで、はい、で黙ってても上がってくる人いないですもんね。うん、だって言えばメジャーで言ったら、だってメジャーで1チーム70人しかいなかったら、はい、それはめっちゃ教えると思うんですよ。ああ、そうですね。ああ、でもあれじゃないですか、だから日本、なんて言うんだろう、日本のプロ野球界は入るのが難しい、プロ野球の球団に入るのが難しいじゃないですか。あ、まあ、少ないですからね。はい、うん、だけどメジャーは、まあ、言えばですよ、その 1A とかそういうところにはもしかしたら入りやすいか、日本のプロ野球より入りやすいかもしれないですよね。まあまあそう、まあそうですね、うん、だそこでどんだけやれるかっていう、なんか、うん、アメリカと日本ってなんか本当文化違いますね、うん、日本の大学も入りにくいけど出やすい、うん、アメリカは入りやすいけど出にくいっていう大学とかもそうですよね。まあどっちがいいか悪いか分かんないですけどね。はい、いや、そうですね、まあ、国民性ですかね。国民性、うん、あるかもしれないです ね。いや、でもそう思うと全然違いますね。全然違うでしょ。選手のモチベーションとかにもやっぱ変わってきそうですね、うん、だからその日本は教えすぎやとかってよく言う人いますけど、うん、はい、まあ、そう、分かるんですよ、はい、その言ってることも、うん、でも、そのキャンプで、はい、そのえっていうやつもいるんですよ。何の絵ですか。能力に。はい、はい、えよく入ってこれたよねっていう人もいるんですよ。でもそれをやっぱりその一流までに仕上げていかなきゃいけないわけじゃないですか、はい、うん、そりゃきついですよね。そう、しかも猶予が無限じゃないですからね、うん、やっぱそのね、人によっては2年とか3年で首切られる可能性もあるんですから、はい、見切られてね、はい、だからそこをその修行をなんとかっていうね、うん、まあ、だって高校で入ったらまあもうちょっと結構猶予は長いかもしれないですけど、うんうんうん、大学だって社会人だったら2年で切られちゃうこととかもね、日本もありますもんね。そうそう、うん、だから僕なんか最近ね、よくこう文化として、はい、なんか日本もその、うん、いい悪いは全部別としておいて、はい、うん、殴る蹴るとかダメやとか、うん、厳しい指導法ダメやとか、はい、そんなお前連投禁止やとか、うん、潰れるやろっていうのっていうのは、はい、よく考えたら、うん、まあ一流選手、金の卵を周りの力で潰させないようにしようっていう、うんうん、とこやと思うんですよ、はい、でもその代わり当たりが弱くなるじゃないですか、はい、だって昔に比べたらいい悪いは別ですよ、はい、学校とかも含めて多分先生からの圧は半端なく今緩いと思うんですよ。まあ、昔ってだって市内でバシバシやってたとか言いますもんね。そうです、だって僕の知ってる先生、はい、僕はその先生の担任じゃなかったですけど、はい、道と書く以外、はい、ここに手出してたら、はい、バシコーンって言われる。なんで手出しちゃいけないんですか。だからもうこうやって聞かなきゃいけないです、授業で。ノートとか本とかやるときだけ手ここ出していいんですよ。そこうやって聞いてちゃダメなんですか。そんなお前バシコーンって言われますよ。時代も変わりましたね。とかですか。ほんでなんかもうね、うん、体育教官とかだったら、はい、市内とか、うん、なんか竹の棒の鞭みたいな持っていて、はい、こうやって
授業にそもそも来るじゃないですか、はい、よくドラマで見ましたじゃあ、時代じゃないですか、はい、うん、なった時に、はい、そのやっぱりそのプレッシャーとか、うん、圧は今は多分少ないと思うんですよ、はい、そうなった時に、うん、自分をかなり律して、はい、努力して向上心持ってやんないと、うん、その宝の原石が、はい、もう磨かれないうちに、うん、いいもの持ってたのになってなる危険性があるんですよね、はい、うん、だから僕はそれもどうかなと思うし、うん、まあ、もちろんゴリゴリやると、うん、そのすごい選手が潰れちゃったりとか、はい、嫌になってやめちゃったりして、はい、そのもめっちゃいい原石だったのにっていう人を潰す可能性あるんですけど、石ころやんなっていう人が、うん、そのゴリゴリの練習でダイヤモンドになることもあるわけですよ、はい、うん、だからどっちがいい悪いじゃないですけど、はい、だから今の時代は個人がかなり律してやっていかないと、うん、その伸びないですよね。楽、やっぱ人間って楽するから、うん、楽しようと思ったらエンドレスじゃないですか、はい、だからそこら辺はまあ難しいなと思いますね、うん、今のなんか風潮。そうですね、まあ、日本とメジャーのそのじゃあ大きな違いって分母の数だとも思うわけですよ。そう分母が違うからその育てると選別違うわけですけど、でもまあどっちにしろ個人の努力ものすごくしないといけないってことですよね。そう、結局はね、結局はだからね、うん、やっぱ一緒だった。一緒でした、日本とメジャー。やっぱり今話してたら今大きく違うって言ったじゃないですかと思ってたけど、はい、話してきたら、うん、結局は個人が頑張んないといけないから、はい、まあ、チームとかコーチとか頼りすぎんなっていう、頑張れっていう、はい、とにかく、まあ、はい、今キャンプもう個人で頑張れっていう、だからメジャーもそうじゃん、うん、個人で頑張れないから、はい、話したらよくよく、うん、なんかまあいろいろ違うとこもあるけど、はい、根本一緒だった。そうですね、根本気抜いてちゃダメだぞ頑張れってことなんですよね。うん、頑張らないと、はい、メジャーも日本もレギュラーなれねえぞっていう、はい、だから育てていって選別されないようにしよう結局は選別されるわけですからね。そうどっちもね、はい、だから結局一緒だったわ、はい、話した結果メジャーも日本も一緒です。個人で頑張れ